ようこそ新しい友人たち。女王陛下、例の秘密結社はクロフォード・スターリック亡き後、指導者不在の混乱した状態になっているようですね。ある勢力が覇権を狙ってロンドンへ来ようとしています。身の危険をお感じですか？いいえ、それよりもこの都市に住む人々のことを案じています。反国家的な企てを打ち砕いてほしい。お任せください。不当に私の忠実な補佐官がいます。詳しくは彼にお聞きなさい。アルフレッド・フレミングだ。女王陛下に特殊任務を任されている。まずこの周辺を見回って敵に警戒されそうなものを排除しておこう。あの警察車両とかな、片付けてくれるか？市民に変装させている。奇襲のために配置につけてくれ。もうすぐボストンから船が着く。積み荷はダイナマイト、乗組員はテンプル騎士団だ。奇襲攻撃で歓迎するのはどうか？やるべきことはやるわ。仕事を頼みたい。誰？焦ってヘマをしないでね。ああ。してもらいたいことがある。片付いたわ。あいつがリーダーだ。奴は連行する。生きたまま捕らえろ。計画を話してもらえる？黙れ。あらあら、
くん隊でよろしょう。たとえスターリックが死んだとしても、我がテンプル騎士団は不滅なのだ。我々は蘇る不死鳥のように、そして世界をひざまずかせるのだ。そうね、せいぜい頑張って。ありがとう。あとは任せてくれ。爆弾を積んだ奴らの馬車は押収している。今日はよくやってくれた。こちらのお客様とお話をしなくてはな。彼らの企みを聞かせてもらおうか。面白いことが分かったら知らせて。もちろんだ。